すごくこう機械ですとも言えないし人間ですとも言えないこの微妙な中で、なんかすごくこう共感するなって思って、私も女優だけれど、じゃあ歌の仕事をさせてもらいました、声の仕事をさせてもらいましたっていう風に言って頑張ってやっていても、結局技術であってそのプロフェッショナルではないんですよね。だからその中途半端なこうちょっと未熟なんだろうなって思うそのコンプレックスみたいなものがやっぱりシオンとは似てるのかなっていう風に思いました。似てる部分といえば鼻歌だったり、鼻歌をよく歌ったりとか、家族が幸せであってほしいとか、なんか周りの人が幸せであってほしい、毎日が初めてだと思って多分スタートしてるし、だからこう本当に周りにはもうすっごい幸せになってほしいなって思って生きてるのは似ているなと思います。一見みんな、何考えてるのっていうか、ちょっと自由な行動しないでよみたいな感じのね、見え方なんですけど、でもどん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 、なんですかね、関わっていくうちにキラキラしてて、ピュアで、まっすぐすぎて逆にみんなが慌てちゃうぐらいのストレートさがあって、なんですかね、その生き方がすごい素敵だなっていうのと、あと素直なので、はい、可愛らしいなっていうので、シオンは結構好きなキャラクターです。はい、さとみ今幸せっていうセリフが何回も出てくるんですけど、もうその言葉にはやられます。毎回キューンって可愛いって思いながら、はい、なりたいですいやでもすごい、あんなに思ってくれる子が近くにいたらもう幸せですよね。本当にさとみは幸せ者だなって思います。はい、いや身近にいてほしいかもしれないですね。シオンみたいなキャラクターは人を幸せにするってすごくシンプルで難しいことだと思うんですよ。人によって幸せの価値観は違いますし、 AI なりに解釈して学びながらその人と、まあ、関わりを持っていく。いつか本当にシオンみたいなキャラクターが現れてもおかしくないなっていうふうにはすごく思いましたね。はい、私が幸せにしてあげる。一人ぼっちのさとみを幸せにするためにやってきた試験中の AI シオン。手伝ったらさとみは幸せになる。余計なお世話任せて。別に喧嘩してないし。助けてくれよ、友達だろ。二人は友達ね。シオンってさ、めちゃくちゃだよね。みんなを幸せにした。でも秘密はね、最後に明かされるんだよ。幸せになるためだよ。お前は我が社の製品なんだぞ。シオンはどうなるんですか。俺たちが黙ってりゃお咎めなしだろ。やっぱりシオンはまだ。助けなきゃ。このまま諦めるなんてできない。さとみ、もう一度シオンに会いたい。会って聞きたいことがあるの。あなたの歌を愛の歌声を聞かせて。